スクリーンジェムズ、スクリーンジェムズ、スクリーンジェムズはアメリカ合衆国の映画制作会社。米ソニーピクチャーズエンタテインメントの一部である、ソニーピクチャーズモーションピクチャーグループの子会社である。親会社のものとは違う目的の映画を配給してきている。10年の間、チャールズ・ビーミンツは、クレイジー・カット、スクラッピー、カラー・ラプソキといった短編アニメ映画を、 コロンビア映画を通して配信し続けた。1939年、ミンツは事業を辞め、スタジオをコロンビアに売った。新たなマネジメントのもと、このスタジオはスクリーンジェムズ、スクリーンジェムズという名前になった。ミンツの制作マネージャー、ジミー・ブロニスが、スタジオの代表者になったが、すぐにミンツの義兄弟、ジョージ・ウィンクラーに変わった。 しばらくしてコロンビアはウィンクラーを含むスタッフの多くを解雇し、新たにアニメーターのフランク・タシュリンを雇ったが、タシュリンはすぐに辞めてしまう。その後、デーブ・フライシャーが入社し、ワーナー・ブラザースからレイ・カッツとヘンリー・バインダーが入社した。このスタジオに入社したその他のアニメーターや、アニメ監督には、アート・デビス、シド・マーカス、ボップ・ウィッカー・シャム、ボブ・クランペットなどがいる。 創世期の頃のスタジオには、フリッピー、ウィロビー・レン、キト・ド・ヒズ・ブリトーといったキャラクターがあった。それらを用いた作品の中でもうまくいったのが上品な、狐とよなれたカラスのコンビを描いた、W、ザ・ホックス・ザ・クロウだった。スクリーン・ジェームズは低予算であり続けたことで知られており、白黒漫画映画をやめたのも他のスタジオより遅かった。 最後の白黒短編映画は1946年に制作された。その年にそのスタジオは閉鎖されたが、アニメーションの配信は1949年まで続いた。スクリーン・ジェムズの作品は、ウォルト・ディズニー・カンパニー、ワーナー・ブラザース、MGM の作品よりも成功の度合いは小さかった。スタジオの作品は、W ・ジェラルド・マクボイング・ボイングや、 金丸のマグーといった批評的にも商業的にも成功を収めたアニメを作ってきたユナイテッドプロダクションズ・オブ・アメリカウパ・ユーガイの制作会社によって引き継がれた。1948年スクリーン・ジェムズはコロンビアのテレビ部門としてテレビ番組を提供することを再開し、いくつかの人気番組、各期参照の制作、シンジメーションを行い、1950年代後半には サンバカ大将、ザズリスト・チスの出演作品といったコロンビア映画のテレビ放映も始めた。最初の頃はユニバーサルスタジオのホラー映画のシンジケーションを行い、ラー映画リバイバルに多大な成功を与えた。スクリーン・ジェムズが最後に制作したテレビシリーズは1974年のミニシリーズ、キュービーバイであった。年から年までは、 元子役のジャッキー・クーパーが番組部門の副部長を務めた。彼は、奥様は魔女のようなシリーズなどを放送局に売った。1958年から1974年までは、プロダクションの副所長であるハリー・アッカーマンの下で、スクリーン・ジェムズは、パパは何でも知っている、ワンパク、デニス、うちのママは、世界一、ギジェットは15歳、奥様は魔女、かわいい魔女、 ジニー、イタズラ天使、人気家族、パートリッチといった、シットコムを配信した。また、MGM を去ったウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラが、立ち上げたハンナ・バーベラプロダクションの作品もこの頃、配信され出した。1950年代後半、スクリーン・ジェムズは、放送事業にも力を入れるようになる。スクリーン・ジェムズは KTVX、ソルトレークシティ、W、ワベ、 ニューオーリンズ、ワッパ、W、ワンドジューといった放送局や5万ワットクリアチャンネルである W、WWV、ホイーリング WV といったラジオ局を所有した。1974年、スクリーン・ジェムズはコロンビア・ピクチャーズ・テレビジョン以下 c p t に名前を変更した。1982年コロンビアの企業所有が変更され、 コカ・コーラに買収された際も c p t 名義で商売を続けた。1980年代半ば、コカ・コーラは c p t とエンバシーコミュニケーションズを合併させて、コロンビア、エンバシーテレビジョンを作り上げ、コカ・コーラテレビジョンを作るためにテレビホールディングスを再編成した。いずれの会社もそれぞれのアイデンティティを持ち続けたが、1988年に、 再び CBT の名のもとに編成されてしまう。1989年、日本の企業であるソニーはコロンビアを買収し、1991年、コロンビアピクチャーズエンタテインメントは、ソニーの映画部門の子会社として、ソニーピクチャーズエンタテインントと名を変え、さらに CBT とトライスターテレビジョンは1994年に、コロンビアトライスターテレビジョンとなった。なお、 テレビ部門はソニーピクチャーズテレビジョンと名を変えた。これらの番組はスクリーンジェムズによって制作もしくはシンジゲート放送された番組である。お除く多くの番組はハンナイコールバーベラプロダクションで制作され、現在はワーナーブラザーステレビジョンが所有しており、ワーナーブラザーステレビジョンが配信を行っている。1999年スクリーンジェムズは 後にソニーピクチャーズクラシックス、トライアンフフィルムズ、デスティネーションフィルムズとなるソニーエスコロンビアトライストムオーシャンピクチャーグループの第二特殊映画制作部門として再編成された。スクリーンジェームズは主にコロンビアピクチャーズが制作、配給してきた映画とソニーピクチャーズクラシックがリリースしてきた映画の中間にあたる映画を作ってきている。2002年9月、 コロンビアトライスターテレビジョンはソニーピクチャーズテレビジョンに社名変更した。ディメンションフィルムズのようにスクリーンジェムズはコロンビアトライスターのメイン作品よりもコアなものを好む人々をターゲットに低予算の SF 映画、ホラー映画、青春映画、衝撃、民族映画などを配給しているがもともとこのスタジオは文化的な大人の映画を制作してきたソニーピクチャーズ。 クラシックスの姉妹スタジオだった。エウエ、スクリーンジェムズ LTD とエウエ、スクリーンジェムズストディオスは、スクリーンジェムズ本体とは異なる。エウエ、スクリーンジェムズ LTD は、ノースカロライナ州ウェルミントンとニューヨーク州、ニューヨーク市にある企業。エウエ、スクリーンジェムズは、他国のブランドと結んで、コンテンツを制作したり、自主制作のエージェンシーを宣伝したりする。また、 劇場版映画、テレビ番組、モバイル用、ウェブコンテンツといったあるメディアの配信及びマーケティングも行う。CW ネットワークテレビドラマ、ワンツリーヒルを含む300以上の番組やコマーシャルや映画は、ウィルミントンにあるエウェ、スクリーン・ジェムズ・ストデオスで撮影されている。CBS プロダクションに向けて制作されている、レイチェル・レイショーは、ニューヨークの社屋で撮影され、 1965年から何百もの制作会社を受け入れている。1965年、コロンビア映画がニューヨークを拠点に活動する広告会社、エウエの株式の50%を購入。当時スクリーン・ジェムズはコロンビア映画の傘下のテレビプロダクションだった。広告会社はそのテレビ部門に入りエウェスクリーン・ジェムズとなる。1982年、 コロンビア映画のコカ・コーラへの売却を機に、コロンビア映画の重役ジョージク・ーニーが、エウエ、スクリーン・ジェムズを買い取りオーナーとなった。1984年、映画プロデューサーのディノデラ・ウレンティスが、ノースカロライナ州ウィルミントンに映画スタジオを設立。以後、このスタジオは、デグの参加で活動を続けていたが、1990年、ターミネーターシリーズの制作会社である。 カロルコピクチャーズによって買収される。1996年、カロルコピクチャーズの破産に伴い、エウェ・スクリーン・ジェムズのオーナー、ジョージ・クーニーが、ウィルミントン・スタジオを購入し、エウェ・スクリーン・ジェムズ・ストディオスと、社名変更した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。